どうも皆さんこんにちは、エマーシです。というわけで、昨日新たにアップデートされた、イベントの歴戦神王画のクエストですね。装飾品が出やすいやつ、封じられたが、もう一個確定で出るようになったので、まあ旨味が上がったと思われるんですけれども、まあ行かなくていいかな。まあ、というのも、まあ、なんでっていうか、まあ、半分本当で半分冗談っていう感じですかね。まあ確かにやっぱりうまみは上がってるので、まあ、全然、まあ、レア中にも出るようになったなっていう風に体感で、ね、回って感じましたし、そういう部分はいいんですけれども、まあ、まあタイム的にはだいたいこの装備で5分ぐらい、5分台が、まあ、普通に出ますよっていう感じになれば、慣れればね、神王牙に慣れていれば5分台は普通に出ますよっていう感じです。逃げられれば6分ぐらいなんですけれども、まあバフバロがねいるから、まあ、シスベシ、ほんとシスベシ、バフバロシスベシ、何もさせてもらえない。バフバロがいたらね、私はねリセットします。それレベルで、まあなんだろう、バフバロがいたらね、なんだろう、神王牙とかランスうまいよとか、そういう問題じゃない。それをことごとく玉砕するかのように邪魔してくるバフバロ、まあ、アンジェルフもそうなんですけれども、アンジェルフはまだね途中で乱入ダメージを与えてくれるからまだ許すって感じなんですけれども、バフバロはもうほんと邪魔だけしに来て、ただただ時間が潰されるので、バフバロがいるクエストだと、まあ、乱入してこなかったらまあいいですけど、乱入してくるタイミングでスタートをお互いね、神王牙とバフバロがスタートしちゃったら、まあ、7分ぐらいとかかかっちゃうんですよね。それぐらいもう、てかストレスがやばいすげえストレス溜まるんですよ、バフバロがいると。だからもし、まあ、神王牙のこっちでね回ろうかなって考えている人は、なんだっけ、まあ、さっき言ったみたいに、まあ、最初スタートしてバフバロがいるクエストだったらもうリセットした方がいいですね。自分はなんだっけ、 SSD つけてるので、まあ、だいぶ早いから、まあ、別に全然そこは苦じゃないんですけれども、まあ、つけてない人はちょっとねそこが労働時間が長くなっちゃうと思うから、まあつけるのもどうかな、つけるっていうかね、行くのもどうかなって感じますね。 SSD つけてる人は行ってもいいかもしれない。でつけてない人は別に神王牙行く必要はないかもしれないですね。それぐらい神王牙自体もなんかクラッチした時にクラッチ傷つけろする機会がめちゃめちゃ多いので、まあ、そこら辺気をつけなきゃいけないんですけれど、まあね傷つかない時がいっぱいあったりとか、そこでもうああ自分のプランがみたいな、決まってる流れがみたいなっていうのがね崩されて、まあ、時間かかっちゃったりねしちゃうので、まあ、なんとも言えないですけれども、まあ、自分はあんま行きたくないかな。マルチだったらいいかもしれないですね。マルチだったらいい。でもソロはいくら早く枯れようが行きたいとはちょっと正直思わないです。これが自分の個人的な結論ですね。これ行くんだったら、まあ、古竜とか私は行きます。イベルカーナとかね、まあイベルジョもあんま自分行くのね好きじゃないんですけれども、あちなみにこれ石落ちてるじゃないですか。この最後の石が落ちたタイミングで神王牙もう捕獲できるので、もう捕獲これできるライン乗ってるんですけれども、だからもうね3分台いけたんですよ。確かあれがこれが出たのが3分40秒ぐらいだったので、クエスト時間でいけたんですけれども、まあやりながら、早くないみたいな、これ最後じゃないよね、もう一個落とすよねとか思ってやってみたら、うわ最後だったっていう感じですね。それで4分21秒と、まあ配信とかではやるかもしれないですね。マルチだから、配信ではやるけど、それでは自分は回らないっていうのが、結論でした。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。またね。